ヤイカティです。皆さんハッピーハロウィーンハロウィンだ。今年の私のハロウィンの仮装はこちら、ホットドッグです。マジで全世界のみんなが思った、なんでなんでそれをチョイスしたのコティちゃんって思うでしょ。うちもそう思うでもさ、ちょっと可愛くない？見て見て。はい、ということで本日はこちらのハロウィンの食べ物集めました。張り切っていっぱい買っちゃったわ。ハロウィンのね、ものって、ね、可愛らしいものも多いし、なんか食べたいなと思うものが本当に多い。ね、テンション上がるよね。ね、お菓子とか。ね、食べないけれども。ね、ということで本日はちょっとこれ食べていこうかなと思うんですけど、本当に楽しみにしていました。ちょっと何から食べよう。目玉。ちょっと目玉からいただいていいですか？可愛くない？これ。ちょっとあの、青い目玉さん。これ。もう、青い目玉。いただきまーす。うん。あのさ、この前ね、ケッケと遊んだの。ケッケがよくしなこちゃんと一緒に ASMR の動画とか撮影されてらっしゃるんですね。でもケッケとの動画は来週ぐらいに上がると思うんだけれども、その時に本当に ASMR はこうだよとか言ってケッケがいっぱい教わったの、ASMR の仕方。ちょっと無理かもうちには、美味しいっていう顔ができない。あの、本当に正直なの。これ食べて、美味しいよみたいな。美味しい時はするんだけど、美味しくない時ってさ、嘘つけないんだよね。もういらないって感じ。じゃあ次は、ちょっと頑張って美味しくなかったとしても、うち美味しい顔するね。こうみんなのために、こう動画映えっていうのを、ASMR 配信者として、ちょっと頑張ってみますね。いただきます。はぁ。はぁです。ブラックなっちゃった。ごめんなさい、食べます。これで合ってますか？あのね、硬い。ちょっと待って、食リポするね。うん。甘い。そんだけ。ごめんなさい。じゃあ次、ちょっと楽しみにしてたやつ。これは、誰だっけ？包帯巻き男です。いただきます。ちゃんと頑張って ASMR したいの。こうだ。いった。あ、無理。ごめんなさい。食べまーす。あ、なんか硬い、これ。歯に刺さった。これどうやって食べるの？美味しいやん。でも硬い。なんで硬いか分かった？うちさっきさん、マウスピース取ったばっかりなんだよ。中めっちゃ歯痛いんだ。
美味しいわ。食べちゃった一本。チョコ。絶対に美味しい。いただきます。好きな味のチョコだ。でもちょっと今は気分じゃない、ごめんなさい。じゃ次このドラキュラの歯いただきます。なんかちょっともう口の中でお菓子の味が混ざりに混ざってて、ちょっとよくわかんないです。ごめんなさい。多分美味しい。こんな正直な ASMR 配信者とか、モッパンとか配信する人いないと思う、本当に。これもあれしていい？よくみんながやってたやつ。いくよ。びっくりするね、これ。このグミのうち好きなところは匂いとこの聞こえてる、このもちもち感、この食感、うちのお尻の食感に似てると思う。うち結構お尻が好きなんですよね、自分の部位の中で。お尻と二の腕が自分の体の中で好きなところです。何の話ですか。ごめんなさい。いただきます。うえ、出てきた。うわ最悪。はい、なんだったっけこれ。多分水飴かなんかだったと思うんだけど、いきますね。未来の自分が想像できるんですけど、一回これ置くじゃないですか、二度と食べない気がするんで、一気します。コールお願いします。はい、イキキイキキイキキ、サーフは英語でモンキーキー。はい、誰の彼何み、私誰の彼何み、はいはいはい、大外刈りの彼えぐみ、ハマグリアサリの彼しじみ。すいません、すごいお味でした。ということで次はこちらチェリーです。ちょっといただきますね。かっかか、全然出てこないんだけど。美味しいです。普通に90何円とかでウッツーパーで売ってる桃のゼリーと一緒です。多分これは200円ぐらいしました。倍ですね、高い。次これかわいい、見て。これ何すんの。ちょっと説明読みます。マジカルパウダー袋と水 40cc。
水いるの？なんかね、スライムみたいなゼリーが出る、できるんだって。ブラックライトで照らしたらほんのり光ったりするんだって。みんなもちょっとやってみて家で。このパチパチパウダーだけ食べますね、これ。あーやだ、粉薬思い出しちゃった。うちさ、この前本当に熱が37度6出て夜間で緊急病院に駆け込んだの。それまでにも結構ずっとしんどかったから、そしたらなんかまあ普通に単純に風邪ですよみたいな言われて、お薬をもらったの。咳がひどい時にはこれ飲んでくださいねって言って、でありがとうございましたって言って病室出ようと思った時に、あ、そういえばと思ってそのままパッて振り返って、ちなみに錠剤ですよねって聞いたの。じゃあ、いえ、粉薬ですよって言われて、え、無理と思って、粉薬ちょっと無理で、錠剤とかってないんですかって言ったら、ちょっと待ってね、ないですねって言われたの。はい、ありがとうございます、頑張りますって言って、それ出てきたんだけど、本当にこれでそれ思い出した。食べます。見て、すごい。いきます。最悪なんだけど、ベロ青いんだけど。あ、待って、もう一個さあってさ、あんまり映えないなって思ったから出さなかったんだけど、これも味で舌の色が変わるらしい。で、今青だからもうちょっと青くしよっか。ゾンビ味のサイダー、間違えた、間違えた、サイダー味のゾンビ。いただきます。こんな感じ。なんかね、子供の時とかさ、よくこう口の中に入れたものとか見せたりして遊んでて、落とすからやめなさいって言われてたのを思い出しました。落とす、本当にダメだよみんな。ということで、今日も動画を見てくれてありがとう。来週も見てね。高評価、チャンネル登録、コメントも毎日読んでね。コメントもお願いします。じゃあねばー。ゾンビ味。